どうもエルザです。それではデッドバイデイライトやっていきたいと思います。で、今回はですね、プレイというよりかは、ブラッドポイント100万ポイント貯まったので、こちらをちょっと一気に使ってみようという回になります。ただそれだけで、そうだね、必要最低限というか取れるやつはだいたい取ったりはしてたんだけど、まあレベル1のキャラが100万ポイント、まあ上限100万なんで、これでどれぐらいまでレベル上がるのかを今回やってみようかなと。まあ新キャラ来たら新キャラでもよかったんだけど、まあ今回はジェイクを育ててみたいなと思います。いや、どんくらいいくんだろうね。実際にそのまあ50まではさすがにいかないっていう話だけど、100万使ってレベル1がどこまでいくかね、やっていこうかなと思います。じゃあとりあえずまず10万近く使ってみましょうか。さあレベル2、まあなかなかパーツがね揃ってくれるとありがたいけどね。まあ決死だったりとか持ってるんで、今後使えるようにできれば手に入ってほしいなぁと。そろそろ10万ポイント使う感じかな。お、でかったね。あー、10万ぐらいで、だいたいレベル7ぐらいか。7ぐらいだね。あの、入ってるパーク次第だなって気もするけど、レベル7ぐらいですね。じゃあ、次。20万使ったらどれくらいか見てみましょう。20万だと、レベル何歩ぐらいだったかな？ 12、3 とか、なんかそれぐらいだった気がするんだよね。どんどん増えていくからね。さあ、どんどん溶けていく。溶けるの早いなぁ。あー、執着が出た。こっちは闇の感覚だもんね。さあ、まあ約20万ぐらいでレベル11とかいうぐらいですね。やっぱ消費激しいね。まあ、こっから多分一気にやっぱレベル30首位になればいい方かなっていう感じだね。さあ、溶ける溶ける。お、セルフケア来たんだね。こっちかな、ハサミや。脱出だケーキがやたら出る。でか。だよね、そっちが取られるから。さあ、レベル15。だいたいレベル15になるまでには、30万近くブラッドポイントが必要という感じですね。からはエンティティさんと取り合いが活性化してくるんでだいぶ変わるんですけど、まあ予感とかね、パーク無理やり取らなければ、抑えるっちゃ抑える。まあ1000とかだけどね。さあ次は闇の感覚か。ちょっとね、節約しながら使ってます。このエンティティ様に取らせるような感じ。おー、決死来たね。これは取らんとね。
まあ、60万にそろそろなりそうだね。40万消費でだいたい20ならないぐらいだね。うん、40万でやっぱ19ぐらい、20いかないぐらいですね。あ、解放のレベルは上がってきたね。見ると本当消費激しいよね。まあでもすぐ溜まるっちゃ溜まるからね、今システム上ね。アーカイブもあるし、これ過去のもできるからね。過去のもやってしまえばそれなりにポイントも溜まりやすいから、ほんと少し前に比べるとブラッドポイントは集めやすいなーっていう印象だね。予感しつこいぐらいです。さあ、そろそろ50万ポイント使い切ろうというところですね。ダンスウィズミー、まあいいか、ほっとくか。5000、はい、約22ですね。やっぱ消費激しいね。で、闇の感覚よう出るな。ここら辺ちょっと接着しよう。で、次がまた闇の感覚出てきたね。あ、そっち取る？まあ、マップは使えるからね。一緒にいようね。そんな寝ぼしいパークでもないんで。あ、どこか。ジェルパッド、変わった電球。じゃあちょっと高めを今回取ろうかな。さあ26共感ね。はい、で60万ポイント使って、だいたいレベル26と、やっぱ上がりづらくなってきたね。ちょっとしかも節約して使ってこれだからね、やばいよね。いや結構いろいろキャラ育ててるけど、こんだけやっぱゲームしてたってことだよね。そうだから、取るか。さあ28。鍵、身軽、どっちかな。取らせてはくれなくてね。弓の子、割れた眼鏡、弓の子かな。魂の兵は取っときますか。こうこう。さあ、70万使い切りましたね。だいたい70万使ってレベル30近くという感じだね。マジか、70万使うのか。まあ、ただ、ティーチャブルパークが手に入るんで、これで、鋼の意志は、ゲットだ。まあ36とかいけばいい方かな、この感じはね。じゃあな、
32、置き去り。ちょっと逆境は邪魔やし、取っとくか。さあ、約80万ブラッドポイント使ってレベル33。レベル33か。使ってこんだけ使ってか、まあでも35いってくれればなんとかなんとかね。よしよし。で、これで35と。で魂の平穏を取って、で、大体レベル35に行くのに90万ブラッドポイントを使うと。うーわー、マジかー。なんか本当にゲームやってたんだね。しみじみとね。さあ残り10万切りましたからね。効率よくやってもやっぱ37とかぐらいか。消し欲しいよね。38、38。あー、まあまあセルフキャットで、終わりましたね。だいたいレベル38とかぐらい。まあちょっと節約した使い方を途中してますけど、わざと高いのは取らせるっていうかね、エンティティ様に取らせてましたが、まあ欲しいの取っていく感じだともう35いくかいかないかぐらいになるんじゃないかな。まあ、今回38でしたけどね。いやー、すっからかんすねー。まあ、パークもね、そんな手に入れてはないんですが、アイテムもこんなもんだもんね。まあ、このあたりはやっぱどんどん取ってたからね、安いからね。高いのがやっぱ、後々ないというのと、アドオンがこれぐらいか。まあ、そんな取れてないっていう感じではないよね。まあ、一通り取ったねっていう感じの。で、オファリングが多分低いやつが、でも、脱出のケーキがめっちゃあるんだよ。ああ、やっぱ9とか10とかね。やっぱ多いよね。まあ、これくらいは取れると。で、パークはほとんど取ってないんで、あ、でも2つ、2ページ目行くぐらいだね。まあ、お、あ、組めなくはない感じか。サボタージュがね、防具破壊を狙うかどうかとかいろいろあるけど、あ、悪くはないねっていう。アーク自体ももともと強いからね、鋼とかね。ただ鋼が出てこなかったね。レベル1か。レベル3普通なるんだけどな、ここまで行くと。まあ、それもそれで、なんとも言えない感じだけど。まあ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 。基本的なね、揃ってるし、あえてこれ、鋼使わないで。単純に、どれかなかったかな。セルフを。ちょっと狭いけどね。クールダウンがちょっと長めだけど、まあこんな感じでもういけるし、まあでもセルフかな。なんか違うの積んだ方がジェイクは強そうだね。本当はここで鋼とかあったら
うちなる力だけでもいいような気はするしね。なんかそんな感じがするな。まあまあ、ということで、レベル1からキャラを育てて、まあ、38レベルというところでした。まあ途中中間は、まあ貯めたらあれぐらいになりますよってラインありましたけど、10万、20万、30万ってありましたけど、まあやっぱこれぐらいか。やっぱ40にはいかないんだね。うまいことティーチャブルパークにはかからないようになってるんで、まあそれはちょっと仕方なしとしつつ、また頑張ってポイント貯めたいなと思います。ということで、今回は、ブラッドポイント100万ポイント使ってみたという企画でした。では、そうですね。またライブ配信だったりとか、動画投稿もデッドバイデイライトしていきますので、お楽しみにしておいてください。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあ、またな。